私は前職で食品機械の輸入商社に勤めておりましたけれども、その仕事の中でトリノへ行ったり来たりしている中でですね、見渡す限りのそのヘーゼルナッツを見たときに、これはひょっとしたら長野で栽培できるのではないかということを考えて、昨年平成26年に起業いたしまして、今はまだ投資をしている、試験栽培をしている段階なので、その間そのヘーゼルナッツに対してもっと投資をしていかなければいけないという中で、農産近所の農家さんからいただく農産物を使って、修行がいらないアイスクリームの製造ということを考えて、それのビジネスモデルとして成り立つような、そういうショップを、直営店を作りたいということで、そして今作りたて生アイスのお店フルフルというお店を、ふるさと農産加工の直営店として、まず開店をさせて、でそこで、近隣からいただく農産物を使って、アイスクリーム、そしてソルベを今製造している段階でございます。私は今、54歳なんですけれども、50を越してから その起業ということには非常に大変だろうということをよく言われるんですけれども、きちんとした事業計画を立てて、金融機関であったり食品商等々にご相談をすることが、まずは第一段階として重要かなというふうに考えます。今私どもでお作りしている作りたての生アイスというのは、素材感を前面に押し出す、そういう味になっておりまして、小さいお子さんからお年寄りの方まで、もう食べた瞬間にもう果物そのものだね、野菜そのものだねと言って喜んでいただけるような、そんな風に味を仕上げているつもりでございます。一度召し上がっていただいたら、もう味を忘れることはないという、そんな感じの味に作っております。